インターンね、行かないよりは行った方がいいですよね。で、なんで行かないといけないか、これはもう企業研究ですよね。部活のね、OB さん使えるというのはね、体育会の一番の強みですよね。で、あと、じゃあどうやってね、OB さんを、まあ、探すのかということなんですが、まあ一つはね、さっき言った通りで、部活のね、OB 会、あとはまあ講演会というところをですね、利用して、いわゆるね、OB 会長さんという方とかいらっしゃいますので、大学のね、監督、コーチにですね、ちょっとお願いして、まあそういった方々に聞いてもらうという方法、まあこれがまあ一つの方法ですよね。で、あともう一つは、これはね、ちょっと部活関係なくなっちゃうんですけども、自分で探してみるという方法です。これどうやって探すかというと、今は便利で、SNS ですよね。で、SNS で探すと。これね、意外と手っ取り早いです。じゃあ SNS でどうやって探すのかということなんですが、一つはですね、Facebook ですね。それとあとは、まあ最近ちょっとね、実はこのビジネス界隈では少し流行ってきてますけども、LinkedIn ですね。この二つのね、SNS、これね、結構ね、使えます。なんで使えるかというと、Facebook も LinkedIn も、プロフィールをね、公開してるからです。で、LinkedIn、特にですけども、大学までですね、しっかり載せてる人が結構多いです。まあ、Facebook もまあまあ結構載せてるかな。なので、検索、まあ、機能がついてるんですけども、その検索するときに、大学名で検索しちゃえば、結構自分の大学の OB さん出てきますので、プロフィールの中にどんな仕事をしてるかとか、まあ、特にね、LinkedIn が一番いいんですけども、LinkedIn の場合はもう本当に細かく結構書いてあります。どういう仕事をしてて何やってっていうのが書いてありますので、ぜひね、なんか見てですね、あ、自分のなんかこう行きたい業界だなと思ったら、まあ、その人にダイレクトメールをね、送ってみるわけです。ダイレクトメールが送れる機能がついてます。LinkedIn ももちろんついてます。ですので、この方にちょっと会ってみたいなと思ったら、その人にですね、直接ダイレクトメールを送ってみるんですね。で、送るときは、何々大学の、何々ですと、部活はこんなことやってましてと。で、実はこの業界に興味がありまして、ぜひ何々さんのお話を伺わせてもらいたいと思って、失礼ながら、DM をさせていただきましたという感じでですね、メッセージを送れば、まあまあ大体ですね、無限にはしないと思います。やっぱり後輩のね、お話ですので、後輩のために、じゃあちょっとね、いろいろと話をしてあげようかということでね、お話も伺えるんじゃないのかなと思うわけです。でね、あと SNS で行くと、本当はね、あとまあ Twitter とか Instagram というのもあるんですけども、ただですね、Twitter、まあ皆さんもご存知の通りで、匿名性がやっぱり非常に高いですよね。なので、ツイッターの場合、ちょっとやっぱ検索しにくい。で、中にはもちろん、実名でね、載せてられる方とかもいらっしゃるんですけども、やっぱりちょっとね、数が少ないかなということ。それとちょっとこう、内容もですね、まあビジネス系の内容というよりは、プライベート系のですね、内容が多いですので、まあどちらかというと、やっぱこう、ビジネスチックに進めていこうと思うんであれば、Facebook、LinkedIn、この2つの方が、よりですね、効果が高いかなと思います。で、学生の皆さんね、この2つアカウント持ってない人結構多いと思うんですよ。2つともね、そんなに難しくないです。簡単にアカウント取れますので、まあ、このね、就活をするとこのタイミングでぜひね、アカウント取っていただいて就活にね、活かしてもらうといいかなと思います。これちょっと女性の場合特にですかね、気をつけていただきたいのが、まあ、ちょっと毎年ね、OB 訪問で、まあ残念なね、事件が起こることもあります。例えば食事に行ってね、なんかちょっとこう変なことされたとか、そういった話も実際あるにはあるんですね。ですので、今はね、結構ズームだとか、そういったものでね、会話もできますし、直接、まあ、わざわざ会ってね、話をするということもしなくても大丈夫ですので、相手もね、結構慣れてます。ですので、もうオンラインでね、実はこういう話をさせてもらえませんかと。言えば相手も、まあ、意外と、ね、気軽に応じてくれるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、ね、年齢層高めになっちゃうと、まあ、あんまり使えませんと、なんで直接会って話をしましょうというパターンもあるかもしれないんですが、まあ、その時は、ね、よくちょっと様子を見てですね、そんな失礼なことを しない人かなというところはちょっともう自己判断になってしまうんですけども、よく、ね、自分でも考えて、会ってお話をするんであれば会ってお話してもらってもいいのかなと思います。まあ、ただね、できたら園に食事に行ったりとかっていうことをするよりは、会社の中で会うとか、会社の外でもちょっとしたね、喫茶店とかね、要は周りにいろんな人がいる、まあ、パブリックなね、状況の中で会った方が、まあ、そういったことになりにくいので、そういうところでですね、会っていろいろとお話を聞くと、まあ、直接会う場合ですね、の方がいいんじゃないのかなというふうには思います。はい、ということで、今日はですね、体育会の皆さんに向けてどういうふうにね、この夏就活を進めるかと
ということでお話をさせていただきました。まあ、ぜひね、せっかくまあ部活をやって頑張っているわけですから、自分のポテンシャルの一つですので、まあ、そこはですね、ぜひ生かしてもらえればなというふうに思います。今週は以上です。ありがとうございました。もしですね、気に入っていただけた方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、ぜひよろしくお願い申し上げます。またですね、直接、阿部の方にお問い合わせしたいという方いらっしゃいましたら、下のですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ではまた来週お会いしましょう。